んにちは、たつくりです。今回は折り紙で流れ星を作っていきます。この流れ星は折り紙3枚で作ります。これは15センチの折り紙で作りました。これは 7.5 センチの折り紙で作りました。このように顔を描いても可愛いと思います。前回紹介した織姫と彦星をこの流れ星に挟むことができます。七夕の飾り付けにぜひ一緒に作ってみてください。では早速作っていきます。まずはパーツ1から作っていきます。裏返して上下と左右に角がくるように置きます。下の角を上の角に合わせて折ります。左右の角を合わせて折り筋をつけます。上の角を1枚だけ下の中心に合わせて折ります。左右の端を中心に合わせて折り筋をつけます。折れたら戻します。裏返します。斜めの折り筋を中心の折り筋に合わせて段折りします。折り筋をつまんで中心に合わせて折ります。裏返します。真ん中のくぼみから斜めに後ろへ折ります。裏返したらこれでパーツ1の完成です。次はパーツ2を作ります。裏返します。左右の端を合わせて折り筋をつけます。左右の下の端を折り筋に合わせて折ります。
下の角を上の端の中心に合わせております。角が上から若干出るぐらいがいいです。左右の端を上の端に合わせております。これでパーツ2の完成です。パーツ1とパーツ2を組み合わせます。パーツ1を裏返します。パーツ1の隙間にパーツ2を差し込みます。パーツ2の上をパーツ1の段に合わせます。下から出た角を上へ折ります。5つの角を折ります。だいたいこれくらい折ります。全部同じくらい折ります。ここは浮いてくるので、気になる人はのり付けしてください。今できた10個の角をほんの少し折ります。これで星の完成です。次はパーツ3を作ります。下の端を上の端に合わせております。もう一度下の端を上の端に合わせております。上の端を1枚だけ下の端に合わせております。ここまで折れたらすべて広げます。上の2本の折り筋で折ります。下の2本の折り筋で折ります。この向きにする場合は次は右側を折ります。逆にする場合は左側を折ってください。右の2つの段を直角に折ります。
折れたら戻して折り筋に沿って中割り折りします。一度開いて折り筋に沿って内側に折ります。裏返します。左側の4つの角を直角に折ります。下から順に折っていくと折りやすいです。左の3つの角を少し折ります。裏返します。これでパーツ3の完成です。星にパーツ3をつけます。こんな感じで裏側に糊でつけます。これで流れ星の完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。